どうも皆さんこんにちは、プップミルクです。マザー2のパート5ですね。今日はポーラちゃんを助けに行く回です。その前にお金を預けてから行ってきましょう。さあ お金預けましたので、前回ですねカオス劇場に最初に行くと言ってましたので、カオス劇場の場所はこっちですね。で、まだ入ってないんでね、どんな感じなのか見に行きたいと思います。チケットをなくしちまって入場できないんだよ。デパートのチケット売り場でももう売り切れなんだろうな。デパートで買うのか、ここでは買えないのか。チケットをお願いします。ドンズラブラザーズの奴らには大変な金を貸しているんだ。返してもらうまでは100年でも200年でもここで働いてもらうさ。それともあんたが代わりに返してくれるってのかい。あははははは、趣味悪いね。意地悪な感じ。支配人のドッグフードさん、ご面会の方です。犬の餌じゃねえか、名前。ご面会しました、もう。どうぞ。あ、ごめん、もう入りました。それで騙されて、ここでずっと働かなきゃいけない。働かなきゃいけないってか、ライブしなきゃいけないってことか。ツアーができないね、そしたら。じゃあですね、これからポーラちゃんを救いに、ハッピーハッピー村に向かいたいと思います。その向かう途中でですね、グレートフルデッドの谷っていうところを通過するんですけど、そこがなかなか手ごわくてですね、手ごわいっていうかめんどくさいので頑張りたいと思います。今日はね、多分ねカット祭りになると思うわ。ポーラってポーラスター、この子話したな多分。じゃあやっていきましょう。キノコだ。キノコ胞子かぶるとね、歩き方変になるんだよ。まあ戦おうか。歩くキノコたちに会ってしまった。あー、めんどくさいけどね、戦うしかないよね。じゃあまあ普通に戦おうか。戦おうか。ネズの攻撃。あ、弱っ。あー、こう種まいてね、仲間増やしちゃうんだよね。でもこれも弱いかな。あ、でも死なないね、一発じゃ。あ、14、まあまあ食らう。おお、すまんし、一発だ、これで。うん、よし、一発。しかし目は出なかった。つらいな、なんか、地味に。サイマグネット、ああ、PP 取られた。サイキックポイントね、サイポイント。これ取られちゃうんだよね、歩く目は。これ地味に嫌だ。でね、思い出したんだけど、今ね、戦ってね、体力と PP がね、あ、やっぱ全然足りてないね。回復するの忘れてた。さあ、回復してきました。ホテルでね、50ドル払って。じゃあ、行こうじゃないか。あ、ちょっと待って、この看板読んだことないね。この先、ハッピーハッピー村。2個あるけど、ね、なんか飾りかな、ただな。あっちは病院みたいな。あ、え、マジックバタフライいるじゃん。こんなことならここでライフアップして HP 回復して、でマジックバタフライで PP 回復すればさ、50ドル払わずにホテル行けたじゃん。まあいいか。あ、待って、この看板読んだことない。この洞窟の先、グレートフルデッドの谷。石子、うん、今いるよね。歩くキノコたちに会ってしまった。あー、待って、ほら、初めてかかったんじゃないかな、今回このゲームでプレイして。こう仕掛けられたら、ほらね、さっきみたいに空振りになっちゃうんだよ。そんでもって PK プップとかね、これね、一か八か敵に当たるか自分に攻撃しちゃうかみたいな。あ、よかった、ちゃんと歩くキノコに攻撃に来たわ。なんかポケモンの混乱みたいな感じ。
るし。ああしたした。ああ待って、もう一回ねこれね直せないんだよこのキノコ。ほら見て、かわいい。見た目はかわいいけどすごくめんどくさくってね。これで病院まで行かないといけないんだけどね。病院にいるねあのヒーラーさんにねキノコ取ってもらわないといけんの。それまでねずっとねキノコついたまんまでね病院に向かわんといけんのよ。めっちゃ大変。これがもう歩いてるじゃん今普通に。そのうちね歩くの変になるんよ。あ、ちょっと待って。ほらもう見た、今の見た、もう今おかしくなってる。今ね全然あの行きたい方向と逆行くからめっちゃ手探りでね歩いてる。ここだっけ病院って。あ、待って、ここデパートだった、間違えた。あごめん、今ね間違えて入ったんじゃなくって操作がねまだ逆でもう一回入っちゃったんだよね。あーもうじゃあもうどうしよう、難しいな、ね、見てる人ねイライラするかもしれんけどね、うん、ごめんね。でも私もすごいイライラしてる。あ難しい、もうこっちかな、こっちだってる。病院ってどこだっけ。あごめん逆だった、あっちだ、あっちあっちあっち。ちょっと待って、いけない、また変わってしまった、また歩く方向変わった。待って、じゃあ待って、いける、あとちょっとなんだよ。あ、よし、いけた、よし。ヒーラーさん助けて。信じようが信じまいが私はヒーラー、病院で治せない病気ならわしの出番じゃ。お、そこの君、その頭の上に生えてるキノコを売ってくれないか。話はそれからね、売る。あー50ドルで買ってくれる、そんでもってなす勝手に治る。ところで助けが必要かって。もう助けられました、ありがとうございます。お金ももらえたしキノコ取れたし最高、ヒーラーさん。お、そうかそうしなさい、ありがとうヒーラーさん。じゃあ戻ります。さあ戻ってきました。もうキノコに会いたくない、正直会いたくない、正直すごい嫌い。あ待って、体力また減ったまんまだ。でもここで体力をねもう学びましたんでライフアップしといて、そしてこうわー待って、いる、もういる。いるんだけど、じゃあ戻って、こうやって戻ることによってほら見たことか、いないんですよ。今回こういう風にね消していこうと思います、あいつらを。あーいないですね、ラッキー。このままいないでいてくれ。あいるね、いるけどキノコいる、やっぱキノコいないんだったらまあいい、まあまあいいかな。さあ行きましょう、ちょもうビビっちゃう、キノコいないかどうか。あーとりあえず抜けれた。誰ですかこの女の子。ランラン、私キノコ狩りに来てるの、いっぱいキノコを集めるわ。待って、このキノコどう見ても赤い、絶対毒キノコだよ。それともマリオのキノコかな。この女の子がキノコを取ってマリオの世界に送っとるんかな。それだったらほんとすごいわ。あ、モグラだ。俺は敵じゃない、ただのモグラさ。ガッツについて俺の知ってること全部話そうか。はい。戦いの中で気絶するほどのダメージを受けたはずなのに体力が1で踏みとどまったなんて経験あるかい？ありますね。多分あったよね。うん。もしあったとしたらそれはお前のガッツがすごかったからだよ。土壇場で踏ん切りが効くかどうか、それはガッツ次第ってこと。それとね、ガッツがたくさんあるやつはスマッシュが出やすくなるんだ。あー出てるね、よくね。じゃあ高いのかな。知ってることはそれだけさ。ガッツ今どのくらいなんだろう。これじゃない。なんだっけ。あ、強さ。ガッツ12。わ、高いか低いかどうかもわかんないね。高い方なのかな。まあでもそれでこれまで助けられたこともあるし、高いんでしょう、きっと。行きましょう、先に。ちょ、もう敵いないかな。
きもう怖くてあー待ってもういる、これ UFO だ。もうね、宇宙人系ここでねまた登場するんだよね。一口 UFO に行く手を塞われた。なんだよ一口って、ちっちゃいの、それほどちっちゃいのかな、口に入るぐらい小ささみたいな。いや可愛いな、それだったらこの見た目で、ね、なかなか物騒だけど、やったー、加害した。この子ね、あのネビエビームって言って、あのビーム放ったらネスが風邪ひくみたいなのがあってめんどくさいんだよね。もう後悔、特に何もなくてよかった。橋が割れてるっていうか壊れてますけど、おいでの方はこの橋を渡ってくださいって。渡れません、渡れませんね。ここは遠回りしていくしかないんですよね。ここがねフルデッドのね、あのめんどくさい道のりの始まりなんですよ。さて、遠回りしたいんだけど、なぜかタコの形をした鉄の塊が道を塞いでいる。何ですかそれは、どんな置物なのそれ。これもギーグの仕業なんですか。いやね、ネスにはどうしようもできないんで一旦帰ります。もしもし、アップルキットです。ブリリアントのアイテムがついに完成しました。すぐに取りに来てください。すっごいんです。じゃあガチャツツツ。まあまあ見たよ、わかる通りまたキノコにやられたんですね。でまた歩き方変になってるんですね。皆さんお付き合いくださいどうか。でどうやったら、あーこっち側で、あーはいはい、いやーまた待ってまた変わった。もう病院に行くまでめっちゃかかるじゃんこれ。もう本当に頑張って。キノコめっちゃいるね。待って行きたくない。待って後ろから来る、無理ってめっちゃいるじゃんキノコ。もう絶対逃げられない、絶対逃げられなかったね今のは。あということで、アップルキットのとこ来たけどいないね。壊れた機械があった。あー待って、今いらんかったかなそれは。荷物ね今ね預けれないんだよね。待って、なんか来た。僕の次に天才的なアップルキットをお探しですね。彼はあなたを探しに行くとか言って盗った広場の方に行きましたよ。なるほどね。でもねこれね、会話を終えたら絶対このお兄さん来るから家の中入る。そう家の中入る、そうすればキットが大丈夫だから。いけ、あーダメでした。えー、はい、気ままなお兄さんと戦うことになりました。一回カットしてからね、多分ね私の動画でこのお兄さん出るの初めてだと思う。曲がすごくいいんだよ、かっこいいよね。もうすぐ倒しちゃったけど、ヌスット広場行きます。さあここのどこにいるんだろう、どこですか。だいたい覚えてるとね、なんかここら辺、あ違った、どこだ、あいたよ。アプリキット、相変わらずほっぺたもちもちそう。徹夜が続いてぼーっとしてますけど、タコ消しマシンができて何それ。これはタコの形をしたものを一瞬のうちに消してしまう恐ろしいウェポンです。タコ焼き屋の近所で使わないでください。そのタコもいけるのか。さ持ってっていいです。やばいね、タコ消しマシンを手に入れた。タコ消しさあまた何かあったら電話します。こういうの手に入れたな。我が輩はマウスである。主人のアップルキットはあんたを待っていた。二人であくびをしてもごめんって時間かかってごめんね。キノコついてたんだよ。行ってこようと思います、タコ消しにね。さあやってきました、グレッドフルデッドの谷。あ、UFO、 一口 UFO だっけ。そして一口 UFO。 風邪ひきました。もうネビエビームね、これで風邪ひいちゃったらね、あのヒーリングしないとね、治さないと
なんか歩いてる途中にもなんかどん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 体力減っていくんだよ。戦闘が終わってもね。これがねもうめんどくさい。毒とか風とかも歩いてる時に消せられていくの。さあ消しましょう。タコ消しマシーン。これでさ、なんでタコなんだよくわからん。なぜか鉄のタコは一瞬のうちに消え去った。なにそれ。うわー、いる。いやー、戦わなきゃいけないよね。確か一回は戦わなきゃいけなかったはず。大ウッドに襲われた。この子ねー、倒したら大爆発して燃え、大爆発ってか燃え上がるのかな。それでめっちゃ大ダメージ当たる。あーやめてー、めっちゃ画面気持ち悪い。酔ったらごめんね。失敗したダメか。戦うしかないかな。効果あるかわかんないけどね。さっきから効果ないよね。どうなるんだろうね、ブレインショックになったら。あ、いや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 、まあ、燃え上がるにしても絶対それで死ぬってわけじゃないんだけど。あ、ないね回復アイテム。壊れた機械とかもいっそもいらんわじゃあ行きましょう。ここまで来ました。とりあえずわーわーわー、なんかいる、なんかいる、なんかすごい、なんか三角、三角じゃない、四角だね。でもここにいたら全然大丈夫そう。大丈夫じゃねーなんで急に来る。クルーンに行く手塞がれた。出た、よくわからん形の、よくわからん名前のやつ。こいつも確かね、ビエリーム使えたはずだったような変な形じゃあ戦っていきましょう。強いのかな。あー出た、ね、ビービーブ。あーもう風邪ひいたじゃん。もうこれがほんと嫌。ほら地味にね、毎ターンに4ダメージ食らうんだよこれで。もうすぐ倒せたわ。うん、よかった。さあもう風邪薬ね、実はね1個だけ持ってたんで忘れてたけど。さあ着きました。このトンネルを越えればハッピーハッピー村。待って、ヘビいる。あでもヘビって、うわまた風邪ひきました。やばい、ギリギリ、超ギリギリなの。あーよかった、生きてて。ヘビさ大丈夫っしょ、もう全然弱いやつ。あやっぱり襲ってこないかな。弱いやつなんだ。もう今まで大変だったから八つ当たりもうマジ頑張った。もうねすごいね、いろいろカットして早送りしてるだろうけどね、多分着いた。めっちゃ時間かかったよ。ここがハッピーハッピー村です。なんと風邪ひいたの7回だったかな。7回ぐらい引かされた。俺は敵じゃない、ただのモグラさ。お前オネとウロウロしてた時に比べて随分強くなっただろう。弱い敵に会った時いきなり You win! って雰囲気になったことないか。雰囲気っていうか画面だけど、それはお前が強くなった何よりの証拠なんだぜ。あまりに弱い雑魚とカッタよく戦っていられないだろう。そうだね、あのシステムいいよね。でも確かマザー3ではそのシステムなくなってんだよね。あ、間違えた。ようこそハッピーハッピー村へ。あー着いたよ、めっちゃ疲れたよ。本当に本当に家がブルー、看板もブルー、柵もなんかブルーってか、わーブルー、
私たちの子供がツーソンの自宅で留守番してるんだけど、この人たちだったのか、ちっちゃい子留守にして幸せをお土産に持って帰ろうと思ってんの。何それ、ハッピーハッピー教団に入れてもらおうと思って。やめとけ、夫婦でツーソンの町からやってきたんだけどね、やめとけ子供をね置いてきて、お前には分かんねえだろうから解説してやるが、世界をブルーに変えたら幸せの国はやってる。なんで分からん、今は分からなくてもいずれは分かるんだよ分からん、一生分からんわ。こう言うと誤解されちゃうかもしれないけど、カーペインターさんのお話はまるで催眠術のように人の心を動かすんで、絶対催眠術、それ絶対催眠術。おじさん、ヒカチュウおじさん、誰ですか。ここが有名なハッピーハッピー教の幸せ相談所です。ハッピーを手に入れたいなら、とにもかくにもこの村の中央にある教団本部の建物を訪ねることですよ。そこも絶対青いんだろうな、なんだ今の覆面のよくわからん、なんかしずくちゃんみたいな。東の洞窟の奥の奥に小さな足跡がいっぱいあるらしいの。あ、これがあの2個目の僕だけの場所ですね。みんなはリリパッドステップと呼んで、君が悪がっているわ東の洞窟の奥に、なんで2回話しかけてんだ。リリパッドステップ、どういう名前なの、どういうね意味なんだろう、リリパッドって。あとで検索しとこう。あなたを信用します、ご自由に買い物してください。何を買う。あ、ここねお金一応ね表示されてるんだけど、タダで取ってもいいんだよ。あ、いや持ち物いっぱいでした、すいません何も買えない。すごいいっぱい荷物預けたい。誰、無人の販売所で金を払わないやつを監視し、それは無人なのかどうなのか、うん、何、すいません旅の方、世界を汚れないものにするために寄付を求めています。いくらでもいいからしなさいしなさい、どうしようこれ。なんかねハガキもらえるんだけど、確かどうしよう、お金払おうか払わないか、付きまとってやるぞ。あーいやーんまあ払わないは払わないで、このお姉さんに付きまとわれるっていうねイベントがあるから、これはこれでいいか。よくわかんない、僕の仲間はスリー君の向こうの谷にいるんだよ、三つ王みたいな気づいた、この変なフォントと、あとねこの家だけ赤いんだよ、他の村他の家はね青いのにこの家だけ赤いんだよ。その分だけあのね心が強い人が住んでるってこと。カーペインター様はいろんな神様と交信できるんだぜ、それでもってお告げをくれるんだ。スマイケンド牧場、宿泊もできます。いやブルー、牛もブルー宿泊したいんです、止めさせてください。ハッピーハッピー村はみんな一つの家族みたいなもんなんだ、家族以外は止めたくないんだが、これから徐々にハッピーハッピー教について学んでいくというなら50ドルで特別に止めてあげよう。じゃあ寝る前にブルーブルー、なんだそれはい、あこう見るとブルーも結構可愛いよね。なんか世界遺産でさ、もう街も家も全部ブルーのとこあるよね、あそこ行ってみたいんだよね、すごく綺麗だよね。そう考えたらブルーブルー教とか別にパッと見はいいかもしれない、少しはカーペインターさんを尊敬できるようになったかな。ブルーブルー、いやでもブルーブルーとか最後に語尾につけちゃうあたり、あと牛をねブルーにするあたりね、やっぱり良くないかもね。誰ですか、兵法みたいな、ひそひそボソボソ、隣町から来たポーキーとかいうデブに手伝わせてよ、うまくポーラーって娘をさらってきたぜ、例の小屋に隠してやる。ちょっと待って、
しまった、仲間かと思って話しかけたが、この話は冗談だよ。ポーキーやっぱり関係してるのか。ポーラちゃん被害に遭っちゃいましたね。あーなんか来てる、左上。カーペインター様は女の子を求めていらっしゃった、どういう意味ですか。いや、その、そういう意味じゃなく、あ、ハッピーハッピー教団の姫神様として女の子を探してたんだ。もう見つけたっていう話だったけどな。いますね。来るかな、ムシムシムシ。いやー、なんでどこから来たんですか。いい乱暴な信者に捕まった。ペンキ持ってる。55のダメージ、そんなに強くなさそうだね。あ、いや17だから結構強いかな。人間のくせにまんま強いじゃねえか。はい、カーペインターさんの言う通り、あちこちをブルーに塗ったら逃げた女房が戻ってきたんだよ。そういえば木もなんか、木のあの葉っぱじゃなくって木の部分それもなんかブルーっぽいね。それも塗ったんだ。カーペインター様と直接お話がしたいですって。なんてずうずうしいの。あんたみたいな子供は雷に打たれて死んでしまえばね。なんでそんな怖いこと言うかね。わー、めっちゃいる。ここが多分本部ですね。めっちゃいるこれなんかね、通るのね、なんか難しかったはず。なんかね、どこまで行けばいいんだろうみたいな、分かんなくなったはずなんだけどね。これ話しかけてね、通させてくれるようにしてもらわないとね、いけないんだよね。ブルーブルー、おお、あんたも我々の仲間になりたいらしいな。だったら何はともあれ、偉大なるカーペインター様にハエとか会うことだな。よし、はい、クロワッサン、そう、そういえばもう持てないんだった。何回やってるんだろう。何回この持ち物チェックして、あ、そういえばいっぱいだったって思ってるんだろう、ほんと。旅のお守りとか、ポーラのためにね、残しておきたいんだよね、装備で。ブルーブルー、お祈りの邪魔はしないでちょうだい。と言ってあげるからさっさと通りなさいよ、まったく。どんなお祈りしてるんだろう。なんとなく立つ場所を変えてみよっと。なんだそりゃ。ブルーブルー、限りなく遠目に近くない分。なんだそれ。近くないんかよ。近くないんだ。待って。通れない。遠目に近くないブルーって何なのよくわからん。集会の邪魔をするな。叩き潰すぞ。待って、いきなり。まあ、ここはね、後で行くとして、先にポーラちゃんに会いに行かないと、あるアイテムをね、もらいに行かないといけないので、そこ行きます。ブルーブルー、世界中がブルーになりますように。俺、あちこちをブルーに塗らない奴らって幸せの敵だと思うんだ。そういう奴はぶっ飛ばしてでも言うことを聞かせてやろうと思うね。いや、怖いわ。この子話した。この奥にはなんか、ブルーに染まらない、何があるんですか？少年、髪の毛、ボサボサですね。そういうスタイルかな？ごめん。特別な嫌な場所がある。私がなんか髪の毛の話したからもう全然頭に入ってこない内容が。ごめんね。ここはなんだ？ブルーブルーショップ、お店だ。なんか買えるかな？あーでも待って、ここでどうせ買えるって言ってもあれ、多分ポーラの装備品とかだから今はいいか。行きましょう。キノコいない、めっちゃ嬉しい。もともといないとこなのかもしんないけど。あー、ここですね、多分。来たー、ポーラちゃん。誰？ネスじゃない？ネスね。あ、よかった。ネスという名の人が
私と運命を共にするって、そんな夢を確かに見たの。ありがとう。やっぱり助けに来てくれたのね。あなたが来てくれなかったら私泣き出しちゃうところだった。ここの鍵は今の私たちで開けられないわ。カーペインターが隠し持っている鍵を取ってこないと。でもカーペインターは雷を操るらしいの。このフランクリンバッジをつけていくといいわ。持ち物がいっぱいでフランクリンバッジを持てないのね。何か売るか使うかして、嘘でしょ。こんなところで荷物がいっぱいってことをまた忘れるとは。おバカだ。これなんか捨てれないかな。捨ててはいけませんね。はい、すいません。じゃあ時間もいいところなんで、今日はここまでにしたいと思います。はい、ポーラちゃん見つけたけど、荷物がいっぱいっていう、あのプップミルククオリティなお家で終わりましたね。次回カミングスー。